興奮大フィーバーですよね。ではスチールの皆様、後ほどフォトセッションを設けておりますので一旦撮影をご遠慮くださいませお願いいたします。はい、それでは早速ご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに過激派や犯罪者相手の調達や高田博之役を演じられました妻夫木聡さん、ご挨拶をお願いいたします。今日は本当に初日からこんだけ集まっていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。見終わった後ということで どうでしたか。嬉しいですね。最後の独特感は本当にもう僕も見ててたまらないものがあったんで、それを味わってくれてたらいいなと思っています。どうぞこれから広めていってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして郷田とは大学時代の友人で豪快で快活なトラック運転手、今回の作戦のリーダー北川耕司役を演じられました浅野忠信さん、ご挨拶をお願いいたします。皆さん本当に今日はありがとうございます。とても嬉しいです。この映画がやってる間本当に僕も集中してましたし、出来上がりを見た時にもとても僕自身も楽しんで見ることができた作品なので、こうして皆さんが本当に見終わってすごい笑顔で迎えてくれたのが本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、コンピューターのアフターケアの会社に勤めるサラリーマン、6人の中で唯一普通の男で大阪弁をしゃべる野田役を演じられました桐谷健太さん、ご挨拶をお願いいたします。ありがとうございます。なんで笑いが起きたのか全然僕は理解できないんですけども、いいんですよ、皆さんの笑顔が見たくて頑張ったんですよ。ありがとうございます。本当にどっしりしたいい映画ができました。でも本当にこの初日の皆さんの口コミがすごく命運を分けるんです。本当にだから本当に心から楽しいと思ったなら、思ってなくても、どんどん広めていってください。ありがとうございます。今日はありがとうございます。続きまして、北川の少し年の離れた弟、ギャンブルにはまりトラブルを起こすなど精神的な問題も抱えている春樹役を演じられました溝端淳平さん、ご挨拶をお願いいたします。どうも溝端淳平です。なんでまだ笑いが起きるんですか。いや、ありがとうございます。いや、でも本当この場に立てているだけで本当に幸せで、しかも浅野さんの弟ということなんです。あーっていや、でも本当に光栄です。本当に映画は、この映画はとても個人的にもすごく大好きで、こんな骨太な映画は最近珍しいんじゃないのかなと思うので、ぜひ、皆さんよかったよと周りの人に今日帰ったら言ってください。今日は楽しんでてください。ありがとうございます。続きまして、表向きは豆腐屋でアルバイトをしている留学生で元国家スパイの爆破工作エキスパート、桃役を演じられましたチャンミンさん、ご挨拶をお願いいたします。個人的に初めての映画なんですけど、なんか初日からこんなたくさんの方々が来てくれて本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、年金生活者で元エレベーターサービス会社の職員、野田に誘われて作戦に参加する相談役、じいちゃん役を演じられました西田敏行さん、ご挨拶をお願いいたします。Thank you. 俺は嬉しい。みんな満足した顔してくれてるのが嬉しい。楽しかったか。ありがとう。映画楽しかったって言われるのが一番最高の褒め言葉ですから、嬉しいです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。では最後に金を盛り立ててくれたということで、先日日本を代表する新潟県の佐渡金山にて佐渡黄金大使に就任しました井筒和之さんにご挨拶をお願いいたします。バラすな。失礼しました。ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。